SCP-4257。公共、交通、バイ、定動。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。基地の SCP-4257 実例15条のうち9条はサイト81の安全ロッカーに保管されます。未収容の残り6条は現在地球低軌道上に位置しており、予想されている再突入日時は2041年10月10日です。人被験者に対する SCP-4257 の実験には倫理委員会と軌道上オブジェクト追跡部門、DOOT の承認が必要です。説明。SCP-4257 は超常薬理学者である要注意人物、定動によって制作された15錠の医薬錠剤の総称です。SCP-4257 は、表面に黒のマーカーで、スペース、ドライブ、バイ、定動と記された標準的なオレンジ色の投薬容器に封入されています。摂取されると、SCP-4257 は1時間かけて服用者を自動車両、SCP-4257-1 と指定に変形させます。SCP-4257-1 の製造元とモデルは、服用者の文化的背景や年齢層において通常使用されている車両と同じです。SCP-4257-1 は人間だった頃の身体的障害を反映して、部品が欠落しているか機械的故障を抱えている場合がありますが、それらは主要な異常性に影響を及ぼさないようです。SCP-4257-1 個体は変形後も人の記憶と人格を維持し、構成部品の操作を介して初歩的な意思疎通を行うことができます。SCP-4257-1 個体はわずか2つの方向、すなわち地球の重力の反対方向と前方にのみ移動が可能です。SCP-4257-1 個体は少量の燃料で高速移動する能力を持ち、移動するにあたって物体表面との接触を必要としません。ホイ4257-1、発見。SCP-4257 は2020年1月22日、異常な飛行経路をたどって地球低軌道に突入した物体に関するNORADからの通知に続いて発見されました。衛星画像により、問題の物体はヘッドライトが片方欠落し、車体の 80% がサビに覆われた2001年製死亡例、マリブであると特定されました。6条の SCP-4257 実例が車内で浮揚しているのが記録されました。飛行軌道を逆追跡する試みは、財団エージェントデイブ・ガレスピーという人物の放棄された家まで導き、そこで残り9条の SCP-4257 実例が回収されました。ホイ4257に、回収されたメッセージログ。中期、以下のインスタントメッセージの抜粋は、デイブ・ガレスピーの使用コンピュータから発見されたものである。タイムスタンプ、2020年1月20日、7時22分、PM。ハロー。君がデイドーか？ベンが君なら助けてくれるかもしれないと言ってた。はい。これは、デイドーです。何、あなた、必要？体調が良くないんだ。医者たちは俺の癌の治療を諦めた。あなた、癌の、消える、欲しい？だったらいいんだけどね。いや、俺はただ、死ぬ前にやりたいことのリストを完了したいだけなんだ。君はすごく風変わりなことでも達成できる人だと聞いてる。はい。人々、一流、定動、製品の、ために、定動、信じる。OK、俺を宇宙に連れてってくれないか？どうせ死ぬのなら、俺は宇宙で死にたいんだ。スペース？どんな、いっぱい、スペース、あなた、必要？定動の、倉庫、置き場、全部、丸こと、感じ？いや、地球外の話だよ。ほら、最後のフロンティアってやつ。イーロン、マン、みたい、感じ？そう、イーロン、マスクみたいな感じ。そんなことできるかい？はい、定動は、イーロン、マン、そして、ザ・ベゾス、みたい、感じの、一流、ビジネス、オーナー、です。スペース、ドライブ、に、する、できる。よかった。どのぐらいかかるかな？
もう時間も残り少ない。2日。テイドーは、アマゾン、プライム、持っている。わお、めっちゃ早いな。いくらぐらい払えばいい？料金、なし。テイドー、これ、スペース、ドライブ、出かける、欲しい、している、みんなの、ために、する。イーロン、マン、そして、ザ、ベゾス、みたい、感じに。ありがとう。タイムスタンプ。2020年1月22日、1時57分、PM。ねえ、今日の郵便で君の名前が書いてある薬が届いたんだけど。宇宙に連れてってくれるって話だったろ？はい。帝道、スペース、ドライブのために、あなたに、お薬、送る。どうすれば薬で宇宙まで行けるって言うんだ？ヘブンズ、ゲートみたいなろくでもない話じゃないよね？帝道、信じる。お薬、働く。帝道、ハムスターに、試験。今、ハムスター、電車、走る。一つだけ飲んだけどあまりいい気分じゃない。まだ化学療法のがマシな感じがしてきた。働く、している、です。屋外、出る。どうして？新鮮な空気を吸えばなんとかなる？帝道、家に、ダメージの、ために、責任、背負う、しない。